はい、皆さんこんにちは。うなとしのとしです。うなです。今日も今日は、こちらクリエイティブの実験場来てます。はい。で、新しくアップデートで入った、ターゲットブロック使って遊んでみたいと思います。はい。ピューピュー言ってる。じゃあ始めましょう。はい、ではルナの方が壁を作ってくれたんで、仕掛けを作っていきます。ターゲットをここに置いて穴を掘る。で、なんか鳴き声が聞こえるぞ。レッドストーン、ほい。で、ここも穴でしょ。で、レッドストーンでつなげて、これ今の統合板って飛ぶのかな。トロッコに乗らないとダメかな。違った、水入れなきゃ。水。はい、水を入れます。TNT。 はい、ルナ試しに打ってみてください。あ、飛んでる。うわー、風が怖っ。OKOK、じゃあ、逆側にもこれを作ります。ぽい。逆は早く飛んだ方の勝ち。相手を飛ばした方の勝ちよ。相手を飛ばした方の勝ちね。あー、ここ段差あるわ。なんか、そうだよ。あ、これじゃあちょっとターゲットが見えないな。ターゲット1個下げるか。さあ、これでどうだろう。じゃあルナ、やってみようか。はい、ではステージの方出来上がりました。これからターゲットブロックを目指して打ち合いたいと思います。はい。まあ普通の弓当てゲームだと簡単だけどな。あ、これだと一気に難しくなるからちゃんとあのハーフブロックの上乗ってよ。あ、ハーフブロックの上から動かないでね。 OK？ ダメ。いいよ。よし、じゃあ用意スタート。
あれ？いいね、それ。ソフトユーミーの方がいいな。もう、いいんじゃない？どこら辺を作るんだろう。ラップ欲しい。いった。ああダメだ、近すぎる。ふい。ルナの目の前でしょ。ああ遠い。あ、行ったんで。あ、違う。あれ？このくらいか。うわ、今の仕方ない。あ、自爆した。マジか。え、なんでルナも飛んだの？え、パパの爆発にやめた。違う違う違う、ほらルナ撃ったやつ当たってんじゃん。チェッ、面白くないこれ。ちゃんとした射撃がいい。まさかの2人とも自爆。もう一回やる、もう一回、もう一回やる。パパ水の呼吸、ルナは虫の呼吸。見てくれ、水の呼吸。見てくれ、緑の呼吸。キャー。おー、出てる出てる。よし、行くよ。うん。よーい、スタート。いや、いいのか、あー、出ぞい。いやー、手任せとるー。あー。イエーイ。バカボード。何それ？え、何？何？いやいやいや、どうして爆発するの？しかもパパ落ちちゃったー。もじゃもじゃで遊んどった。そう、もじゃもじゃ、なんで？ザンビューポーション。あー、ダメだこれ。硬い硬い硬い。重い重い重い。え、ルナ、表彰台作ってくれたのいいけど、羊乗ってるけど。あ、それ3位。まあでも2人とも自爆だったしな。はい、ちょっと待ってね、準備させてね。はい、いかがだったでしょうか。弓矢対決やってみました。はい、なんと結果は全て自爆。相手のターゲットに当てることはできませんでした、はい、またよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、あ、また見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。それにしてもさ、自爆ってどうよ。あ、また自爆だよこれ。なんでかな、下手くそだよね。でも、おかえり。